こんにちは、徳島ヴォルキス勝利への道です。この動画を見れば、今節の徳島ヴォルキスの試合内容がわかります。最後まで見てください。徳島は、2試合連続で、0対1のリーグ戦、2連敗になりました。一瞬の隙を突かれての失点が続いています。徳島ヴォルキスと、ジェフユナイテッド千葉の対戦について解説します。試合の前半、徳島は千葉のディフェンスラインの裏を狙った攻撃を仕掛け、試合のペースを握ります。しかし、徐々に千葉がリズムを取り戻し、右サイドから左サイドへの大きな展開でチャンスを作りましたが、得点には至りませんでした。前半は0対0で終了しました。後半が始まると、徳島はフリーキックからチャンスを作りましたが、これも得点には結びつきませんでした。試合がオープンな展開になる中で、千葉が再びペースを握ります。そして66分、フリーキックの流れから千葉の小森選手がゴールを決め、1対0となります。徳島は選手交代で攻撃の圧力を強めましたが、ゴールを奪うことはできず、そのまま1対0で試合が終了しました。まとめとして、徳島はリーグ戦で2試合連続の0対1の敗北を喫しました。試合内容自体は互角であるものの、決定的なゴールを決めることができず、得点パターンを確立できていない状況が続いています。皆さんはこの試合についてどう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。高評価、チャンネル登録をお願いします。コメントも書いてもらえると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。